はい、どうも皆さんこんにちは。 TI クランのプライスと申します。今回はですね、シーズン7で、まあ、アップデートでいろいろとパッチが追加されたと思うんですけども、その中になんか新ホップアップがあったらしいんですよね。なんだっけ、あ、そうそう、クイックドローホルスターらしいですけど、これ思うんですけど存在意義ありますっていう話をこの動画でしていこうと思うんですね。というのも、まずこのクイックドローホルスターの特性をまず説明していきましょう。まずこのクイックドローホルスター、武器切り替え速度が多少上昇してエイム速度が向上、さらには腰打ちの精度拡散を抑制ということで、まあ、腰打ち精度が良くなるんですね、純粋にっていうのと、この武器の切り替えが早いっていうのと、覗くのが早い、この3つ。だから近接戦闘をする上においてクイックドローホルスターって結構重要になってくるはずだったんですね。ただよくよく考えてほしい、これあってもなくてもそんなに変わらん、うん、これだけこの速さとこの切り返し速度と腰なめ精度言うてもそんな変わらん。これでも全然当たる。普通にクイックドローホルスターがあったら、まあ、ちょっと弾まとまり良くなるかなと思うじゃん。連射したらこれめっちゃ拡散値上がるの。ちょっと一回見てほしいんだけど、じゃあこれ最大連射速度で連射しますね。はい、もうすぐにこれ、もう、え、嘘でしょお前、これはもうねえ、いらないでしょっていう、そういう話なんですよ。だからちょっとね、今回このいらないこのクイックドローホルスター君をね、救いたいということで、まあ救えるか救えないかはさておき、とりあえず本編の動画撮ってきました。はい、なんとこのクイックドローホルスター君頑張って2000ダメージ取ってきました。はい、ちょっと頑張りました。はい、だからちょっとね、そんな僕のね努力もね褒めたたえて、ぜひとも最後までご視聴のほどよろしくお願いします。ちなみにこれ収録結構時間かかりました。はい、野良でやったっていうのもあるんだけどね。ということで本編の方やっていきましょう。それではどうぞ。もうこのマップ無理だ、嫌いだ俺、もう覚える場所が多すぎる。戦わなかったら戦わなかったで全然接敵できないっていう。お、いいね。正面入れて、こっちね。ね、ナイス、あとは頑張ってくれ。めっちゃロやで、そいつ。ナイス。ん、どこにいんの、外側、あれ嘘、いや、これ金ハボクって、あ、タボちゃんやん。ナイス、ええやん。ウィングメスはねえかな、ウィングメスは。ウィングメスは誰も拾わんからな。あー、でもありそう、なんか、いや、ねえか。ウィングマンがね欲しいんですよね。敵と接敵したいな。でもそれ以前に、それ以前にやっぱり欲しいよね、ウィングマン。取れ高的に。こっちの方がいいな。オッケー、戻ろうか、ちょっと。刃物研究所の方に。めっちゃライフラローなんだよね。危ね、マジで危ね、自爆するねこれ。いや、危ね、マジで。ふう、で、ウィングメンは、あ、てかウィングメンどころじゃないのか。ナイス、ウィングメンねえか。いや、普通ここで探すもんじゃねえっていう。外側から回ってくんな。どこいる？あ、よ、ナイス連携。よっしょ、ウィングメン。これじゃあタボックの動画って言われちゃうよ。
あー、奥さん金か。ナイスナイス。あよ。オクタン君消えてね。どこ行ったん。あれ、オクタン君は。あいた。あ、エリザだったのこの子結局。いるね。試しにこのくらい腰止めで撃ってみるよ。頑張って。いや、でも、あ、ちょっと待って、グレねえな、そういえば。オッケー。やった。なんか、金の子多いね、今回。なんでやろう。気のせい？ちょっと腰打ち。大概使えねえな、これ、マジで。ナイス。ナイスポータル。マジで。うますぎる。あ、無理か。ごめん。別場来たっぽいな。わーはぁ、まあ、こうなるよな。一応クイックトロ、クイックトロ、クイックトロ、なんか敵引き連れて気すっけど大丈夫か。これ命つなぐ系、もしかして命つなぐ系か。どういう状態これマジで。あー、でもこれかマジで。あいつら居残ってっかな。この近辺、あ、でも園内あるな、一応蘇生ポイント。どうしよっかな。モコモコにはしてあるけど。ここやばいやん、よく考えたら。え、待って、君らどうすんの、ちなみに。俺らはこっち行くしかないから、あれだけど。もしかしてまずいかな。大丈夫かな。2パーティーしょ、残り。いや、マジか、マジか。ちょっと早い早い早い。マジで、ちょっと、俺が絡める暇がね。無理だ、ごめん。これが民時計。2000ダメか、いいね。